こんばんは、100円です。前回スポット、エアコン、クーラーかなを購入したんですけども、3時間ぐらい起動させてみてちょっと思ったことをご紹介させていただきます。はい、部屋自体はねかなり涼しくなってます。ただちょっと排水のことを言ってなかったんでちょっとここでお伝えしようと思うんですけど、やっぱりどうしても湿気がたまるんで排水をしなくちゃいけないんですよね。でこの中にたまるんで漏れることはないみたいです。ただどんくらいマックス入るかは分かんないですね、はい、で連続排水、まあ、ここにホースをつければ、これはあの付属品ですね、付属品のホース、まあ、ちょっと短いんで連続排水する場合はこれを買ってきたらいいですね、長いので。外に、まあ、外に出せる人は外に出して、まあ、僕の場合出せれないんで、まあ、バケツかそうね、お手洗い化粧室にホース持っていこうかなとか今考えてますけど、まあそんな感じですね。はい、で、まあ、ここで縛って、これもついてるんで、付属品ね。で、ここの線もついてるっていう状態です。はい、で、または、連続排水しないで、ちょこちょこ出すっていう人は、ここ。ここにこれをつけてあげて、で、ここに収納できるって感じですね。これ、で、まあ蓋をしておけば問題ないですよってやつです。ちょっとなかなか管理はめんどくさいだなって思いますね。あとお気づきかもしれませんが、音めっちゃ出ます。まあ確かに猫ちゃんがね、ビビってしまう可能性もあるんで、ちょっとまだそこはとりあえずやってみてって感じですね。はい、まあ排水のところはこんな感じです。で3時間ぐらいでこんなぐらいで、やっぱ案の定虫が来てましたそうそう、外にね、そうそう、これ外に排水する分なんで、どうしても隙間が空いちゃうんですよ。締めたつもりないけどね。でこれダイソーで買ったんですよね。なんで窓はもう完全に開かなくなってるんですけど、でこのスポンジ入れてるから大丈夫かなとか思ってたんですけどね、虫が入ってきちゃってますね。はい、まあ考えようですね。とりあえずどうすることもできないんで、これでいきたいと思います。なんか忘れてました。これはね、ホースはもちろん熱くなります。まあでも触れるぐらいの熱さですね。はい、です。お疲れ様でした。